青春院は、韓国の脚本家、小説家、イギウォンが2009年に発表した小説作品。主人公ファン、ジョンのモデルとなった、僕水日休館末期、当時の最下層の身分であった、白鳥出身の主人公ファン、ジョンが、様々な困難を乗り越えずに衆院で、西洋医学を学び医師となる姿が描かれている。実際に、白鳥出身で、 青春院を卒業し、朝鮮半島発の西洋医学を学んだ医師の一人となった、僕水美が主人公のモデル。イギウォンは2007年に白い巨頭の脚本を担当、その際執筆の参考にするために医学を学んだ。学びを深めていくうちに、青春院や僕水美の存在を知った。構想段階から、イギウォンは、小説と脚本の両方を書くことを念頭に、 置いていたという。まず小説の走行を書き、次に脚本を書きながら新たに浮かんだアイディアを、脚本だけでなく、小説走行に加えたり、逆に、小説走行中のエピソードを、脚本中に加えたりと、双方の原稿に追加保管をして完成させた。完成させるまでに、約2年かかったと2012年に行われたインタビューで述べている。サムソン出版社刊行。 全日間。SBS が塚ドラマの枠にて2010年1月4日から同年5月4日まで放送された。全36話。制作にあたり4世代学校セブランス病院が協力し、同大教授で当時トン医学博物館館長の地位にあった僕たからうがアドバイザーとして参加した。視聴率は同時間帯に他局で放送されたドラゴン桜や パスタ等に押され10%台となったが、作品自体を高く評価する意見が、脚本家、キムスヒョンを含む複数の方面から提示されている。また、放送期間中、番組公式サイトを通じている音や演出を担当したホンチャンムク、さらには、ヒロインユソンナミ役を演じたハンヘジンから、視聴率に一喜一遊しないという異例の声明がなされたりも、している。 キャスティング出演者については監督の本ちゃんウークや原作、脚本の意義ンをはじめとするスタッフ陣で各役ごとに演じさせたい俳優を1位から5位まで決めた後俳優陣のスケジュールをチェックした上で問題のない俳優にオファーをする形をとった。ペクトヤン役のヨンジョンフンについては意義音が白い巨頭で主人公を演じたキム・ミョンミンの役割を再現させて 欲しいとミーティングの席上で直接依頼、ヨンジョンフンは悩んだ末出演を受諾した。主も以来3年ぶりに時代劇に出演することとなった、ユソンナン役のハン・ヘジンについては、ホンチャン・ウクが、ソンナンにぴったりだと評した。ファンジョン役のパクヨングは、同作品の企画があることを知って自ら出演を希望する胸を訴えてきたと、イギウォンがインタビューで明かしている。 オチュンファン役を演じたクオンヘヒョの出演が一時危ぶまれた。収録中、2008年の恐牛病問題を批判するデモに参加していたことを理由に、大韓民国国家情報院が、クオンヘヒョを出演させないようにと SBS の局長の一人を通す形で圧力をかけてきたことを、監督だったホンチャンウクは2017年9月にメディアに明かしている。ホンチャンウクは、 熱心に演技に取り組んでいて、犯罪、スキャンダルに手を染めたわけでもない俳優を理由なく外すことはできないと主張、この局長と議論を重ねた。最終的に、クオンヘヒョは同作品に出演することができた。ロケーション危機喜びセジェオープン、撮影セット上入り口韓国民族村以下の施設が、ロケ地として用いられている登場人物は、 個別に注釈のある場合を除きに基づく、一覧を表示する、主要人物ファンジョン関連人物、ペクトヤン関連人物、ユ・ソンナン関連人物済み衆院ハンスン病院、日本朝鮮王室、開花派とその他以下は、出演形態が明らかにされていない、パクヨンスを除きすべて亀を出演。エピソードは、個別に注釈がある場合を除きに基づく、 一覧を表示する1月4日に放送された第1話では15.1%を記録し、同時間帯で地上波三曲中1位を記録したが、翌1月5日には、KBS 制作のドラゴン桜、韓国版に追い抜かれ2位となった。1月4日に放送を開始した4作品中唯一、視聴率を下げている。3月に、パスタが放送終了してから、視聴率は上昇し、 3月16日放送の第22話では16.5%を記録したものの以後は視聴率は下がり続け4月27日放送の第34話では10%を切った結局視聴率は回復することなく5月4日放送の最終話では9.9%を記録した低視聴率にもかかわらず作品そのものに対する 評価は悪いものではなく、インターネットメディア汚染の記者ポンジュニョンによる視聴率低下を残念がるコメントがメディア上に登場。続いて、有刊誌アジア経済新聞の記者コジェワンは、しっかりとしたストーリーを作り上げたイギオーンと俳優陣の演技を評価する旨を記事中に記している。4月になると脚本家のキムスヒョンが、ツイッター上にてファンと語り合う最中に、 同作品を主張していることを公表した。キムスヒョンは、作品中で用いられている衣装のカラフルさについては、批判的ではあるものの脚本の出来を称賛し、なぜこのドラマをあまり見ないのですかと問いかけ、同作品への注目が少ないことへの疑問を提した。結局低視聴率のまま終了したが、放送終了翌日、毎日経済新聞記者のチンヒョンヒは、心情性のこもった。 ドラマと同作品を評価する意見を記事中にて表明した。受賞歴2010年度 SBS 演技大賞では、賞レースに絡むことはほとんどなく、輸送難役を演じたハン・ヘジンがプロデューサー賞を受賞したのみであった。DVDBD、韓国版 DVD ボックスは2010年7月に SBS コンテンツハブから全2巻、日本版 DVD ボックスは2010年9月、 CD 韓国版サウンドトラック CD は2010年1月シクステーンメディアより発売された青春院に関するカテゴリーありがとうございます